ングスとそれぞれ対戦いたします。そしてファイナルはいよいよ3月12日、ここは決勝戦だ。ありがとうございました。
宮崎選手です。おめでとうございます。ファイナルも走りましたね。これまでの優勝の経験がたくさんあると思うんですが、この10年間、この試合というのは何か特別な思いがあったんですか？そういった責任というのも感じていたんでしょうか？そうですね、やっぱ途中ボール運びをいつも休んだりしてしまうので、今日は先輩たちにもちゃんと運べって言われたので最後まで今日の試合ですね、今日は厳しい会話になりましたが、どんなことを心を向け合って戦っていたんでしょうか？やっぱりこういう厳しい試合にはなると思っていたので、やっぱり我慢の時間帯が絶対あるので選手の皆さんと言って話してたので、今のインタビュー中もそうですけども、やはりちょっと目に溢れるものが止まりませんでしたね、終わったのは。またこれから新たな戦いが続いていくと思います。今後もご報告させてください。まだもうすぐリーグが始まるので、優勝して嬉しいですけど、また次の試合に向けて準備していきたいなって思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。どうぞお戻りください。続いて賞金500万円の授与です。プレゼンターは公益財団法人日本バスケットボール協会浜竹康雄事務総長です。500万円が授与されました。ありがとうございました。どうぞお戻りください。続いて日本バスケットボール協会杯の授与です。プレゼンターは公益財団法人日本バスケットボール協会清野栄一副会長です。日本バスケットボール協会杯が授与されました。おめでとうございます。どうぞお戻りください。
最後に高校杯の授与です。プレゼンターは公益財団法人日本バスケットボール協会三ツ矢流行会長です。ありがとうございました。どうぞお戻りください。